どうも、達也です。ちょっとね、今回は山の方へ来ております。で、せっかくね、こんないい景色のところに来たので、3分間だけ深呼吸、不安とか恐怖心を減らすための呼吸法を一緒にやっていきましょう。3分間だけでやっていきます。ちょっとね、ここで座ることができないので、僕はしゃがんだままやるんですけど、皆さんは座ったりとか、寝転んだり、まあ、しゃがんでもいいですけどね、そのままやってみてください。3分間やっていきます。やり方は簡単で、鼻から息を吸って口から息を吐きます。で、口から息を吐くときを長く吐き続けます。で、また鼻から息を吸って口からゆっくり長く吐く、まあ、身を見まねでやってみてください。そしたらちょっとずつ恐怖心とかっていうのが減っていくと思います。それではいきましょう。はい、口から息を長く吐きます。鼻で息を吸います。口から息を吐きます。鼻で息を吸います。口から息を長く吐きます。鼻から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 息を吸いましょう。口から息を長く吐きます。鼻から息を吸います。口から息を長く吐きます。鼻から息を吸います。口から息を長くゆっくり吐きます。その時に少し体から力が抜けていく感覚にも注意を向けてみてください。鼻から息を吸います。口から息を長く吐きます。鼻から息を吸います。口から息を長く吐きます。鼻から息を吸います。口から息を長くゆっくり吐きます。鼻から息を吸います。口から息をゆっくり長く吐きます。鼻から息を吸います。口から息をゆっくり長く吐きます。鼻から息を吸います。雲に襲われました。鼻から息をゆっくり吐きます。鼻から息を吸います。口から息をゆっくり長く吐きます。鼻から息を吸います。口から息をゆっくり長く吐きます。おっ、3分間経ちました。こんな感じに今ちょっとリラックスできていると思います。こういうふうにいつでもどこでも使える自分の恐怖心を減らしたり、不安を減らしたり、はたまたストレスを減らしたりとか、自分の気分転換とか、自分のそういった気持ちのメンタル面をね、コントロールできるようにもなっていくので、ちょっとずつ深呼吸とか、こういった呼吸法とか、呼吸法にもいろんなものがあるので、そういったものもね、ぜひぜひいろんなこと取り組んでみてください。まあ、リストにもあると思うし、今後そういった呼吸トレーニングみたいなものをどんどん出していきます。なるべくね、こういった自然が多いような外でできたらなと思っていきます。で、こういった動画も僕自身なかなか外で撮ることってないので、まあ、僕も試行錯誤していくので、皆さんもちょっとずつ挑戦してみてください。そしたらちょっとずつ調子よくなっていくと思います。はい、そんな感じでまたお会いしましょう。またね、ちょっとずつ良くなっていくと思います。できたらまたカレンダーにやりましたみたいなこともね、書いて記録してみてください。またね。